配信ね、配信頑張ってほしいけどね。あーファンタスティック、あーいやいや、あーなるほどね、ありがとうございます。これも複雑で、俺と出会ってね、あの配信でね飯食うようになったからよかったかなみたいな思ったけど、まあね、いろいろあるんだろう、ちょっと複雑、うん、まあ本人がねいいって言ってるからね、うん、うまそうじゃん、最高の朝ごはんじゃない？最高の。でちょっとさっきね、まゆに最近ね配信ばっかで、配信外も会話がなくてさ、もうまゆが出てくるって言ってた。俺はもう携帯ばっか触ってるから。前がもしかしたらもう出てっちゃうかもしれない。あ、マフィンパンで挟んでもね、確かに美味しそう。あと、ま、もう一品ぐらい作ってね、申し訳ないけど足りないから絶対ごめん、ない、ん、ない、いや残ったもので作って、肉もなんもない、うん、あるもので作ってくれ、そこは工夫して。なんもないわけ、野菜で作ろうよ、うん、ほらキャベツもあるし卵もあるし、で椎茸もあるし、海苔もえのきもあるし、ザーサイ、いた、ザーサイもあるし、使わないとダメだよ、いつまでもあれ残してても。で川西足りないよこれで、さすがにこれじゃ足りないよ川西さん、足りる？いつもこの短パン、実はね2種類持ってて、あの結構ねよく見ると分かるんだけど、これはねいつもの短パンなんだよ。でもう1種類持ってるんだよ、ビリビリのやつ。これだよ。あ、ほらこれがもうビリビリバージョン。でビリビリじゃないバージョンがあるから最近気づいた。これはねビリビリバージョンなんだよこの短パン、うん、そこで切らないよ、上でやるよ、そんな下でやってる人見たことないよ、まゆちゃんとやろうねえ、ちゃんとやろうよ、めんどくさがらずに。本当にね、おかさつなとこあるからね、うん、お味噌汁うまそう、久しぶり味噌汁飲みたかった。味噌汁って落ち着くよな、いいんじゃない、いい朝ごはんじゃん、久しぶりに朝っぽいわ、いいじゃん、うん、ちゃんとハニーにもご飯あげたし、今日はなんかいい一日になりそう。これどっち？あなた。俺っちね、うん、ぐちぐちうるさいお前な、それ年がら年中で、俺にあまりぐちぐち言わない人がぐちぐちうるさいっていうのは分かるんだけど、日頃常日頃から俺にぐちぐち言ってるあなたはブーメランなんだよ、分かった？なんか最近ツイキャスやってるから久しぶりみたいな、この K ってこう、あ、皆さんね、あの現在おかげさま1位なんですけど、6周年のなんとかアイテムください。持ってた。あ、6周年バルーンお願いします。お願いします。
中に復活して、またねちょっとこっちでも頑張りますんで、ザーサイ食べたいかも。じゃんけん、じゃんけんぽい、はい、これしよう、取りに行ってきて、あとマヨネーズと、マヨネーズとニンニク、加藤が取りに行けるんだよ。このブルポンってあのツイキャスであのうんこの絵文字の子か、あうまい味噌汁、うまい、うまいわ、うまい、うん、納豆って余ってなかった、なんでマヨネーズぬるいの？なあ、冷蔵庫入れてなかったマヨネーズ、うん、マヨネーズは冷蔵庫入れなきゃ絶対ダメだよ、覚えとこう、うんうん、愛情はさ、愛情あるのかな、あんまりチーズだと、いただきますって言ったっけな、いただきます、あ、美味しい、うん、もう一本食べるわけ、えっ、うん、美味しい、うん、辛くないね、剥かなくてもね、うん、柔らかいや、うん、ビーさん臭い、みなこナイス、こらでかいよ、250倍、ファンタ2発分、センキュー、ナイス、喋らない、いや喋りますよ、うん、これ半熟じゃないよね、まさか、ん、これ半熟嫌いなんだけど、どっちにしたの、俺半熟嫌いなの知らなかった、これ とろけてるやつ、これ固めがいいんだけど、申し訳ないけどやり直してくれない、ちょっとチンしてあげる、チンじゃ絶対ダメだよ、チンは本当にダメだよ、チンでいける、俺ちょっとあの君が垂れるか垂れないかぐらいの目玉焼きが好きなんだよ、こだわりがあって、これ垂れる、垂れる、垂れる、もう我慢するか、じゃあもういいんだけど、まあ卵は次覚えて、今回はもういいけど、このぐらいが好きだから、俺はちょっと固めが好きだから、そういうパターンによってはまず自分のやつを取り出す、で俺のやつはもうちょっと時間を置くみたいにやっていこう、うまいわね、そうやってやってくれる、ちょっと注文うるさいようでうるさいけど、うんね、次やってくれる？うん。なんかこれ、これぐらいがいい、みんな。もうちょっと俺は硬い方がいい。で、俺のおばあちゃんもカチカチだったから、もうパッサパサの目玉焼き、それはちょっと嫌だったんだけど。この前このぐらいが好き。これがいいの？もうちょっと固めが好きだな、うん、固めが、まあ、これもうまいけどね、うん、うまいわ、うまいな、うん、うまい、うまいな、うん、うん、もうちょっと硬いぐらいの方がいいかもしれない、
うまいうまいけど、もうちょっと硬い方が好きじゃん。知らなかった、うん、潰れたら意味なくない？なるほど、前ある、うん、前ある、うん、ネギもまだある、一緒ぐらいだけど、ほんと気持ちいい、ちょっと多め。で、味噌汁はもう沸騰してもいいよぐらいチンチンで、で、ネギ多め、えのき多めで、よろしく。あ、バルーンありがとうございます。自分は男の本音だからリアル使えるね、参考になる。で、大丈夫でも我慢する。ちょっと多いんだよな、これだと、うん、もうちょっと気持ち少ないね。絶妙な加減がむずいから、うん、えのき、水でこれで終わり、うん、終わり、ありがとう。あ、いいじゃん、チンチンで。あとなんか作れない、なんか足りない、なんかもう無理。じゃあ、残ってる野菜何に使う、まいちゃん、ん、残ってる野菜。お肉を買ってくれば、なんか作れるし。お肉を買ってきたらよかった。うん。今日の夜ご飯何？まだ、たまに噛んでいい？行く？今？今日の夜。行かなくていい？今日、お祓いの後。うん。行ってくれば。行ってくればって一緒に行かんのかい？ん？人任せってか。行かんのかい、一緒に。いかんの？いかんの？え？俺に行ってこいって一緒に行かないの？お祓いもついてきて、ちょっと申し訳ないけどね、お祓いも。いや、なんかマジで生き量が取り付いててかなりやばいから、もう多分すごい、もう歩けなくなるぐらいじゃない、多分。多分体から出るときにすごい反動があると思うよ。一人で行くの？タクシーで行くの？うん、ついてきてね。うん、うん、でもまあ本当に いびきでさ、うん、今日3時間しか寝てなくて、今日まだ寝てないな。じゃあ布団も買おう、うん、別々で寝ようか、うん、ね、うん、なんか眠らしい、まだ何なんだ、今日のいびきに。あと飽きて俺も寝れない。もう数時間ごとにこうやって1時でやられるから、
だっていびきうるさかったり横向きにしてって俺もう何回も何十回と起こされてん寝静まってってやった瞬間に肘打ちされるんだよ。もう分かる俺の気持ち。おはよう。前はこっち前の部屋で寝るわ。ハニーちゃんがどっちで寝るかだね。ハニーはもう寝てる。ハニーが好きな方にしていいよ。多分俺の方で寝ると思うよ。なんでハニーがどっちを選ぶか多分俺選ぶと思うよ。でもそうかも、うん、新規好きだからご飯ってまだあるの？あるけどもうおかずないよ。別に何個かおかずしな。いやもういらん。いびき嫌いってください。そんなのあるの？眉は鼻を鼻のもう鼻が悪いって言ってる。鼻の中レーザーで焼けばいびき治るやん。ナナミおはよう。みそうまい。こういう朝ごはん好き。まいちゃん。何食べるなこれ。ん食べるな、うん、いやそんなに足りないやろ。え足りないでしょ。眉足りてるよ。いや絶対足りないと思う。でも小食になったじゃん。そうなの。うんふりかけとかない。卵かけご飯食べる。ああね味噌汁がうまいわ。久しぶり飲んだ。ほらほら。本当にいい子になる。どんぐらい？俺のね、こんなのご飯もよそってくれて、本当に優しい。ストレス溜まってる？その時ストレス溜まってる？マイル。これ爆発するな、その時。我慢してる？ね。聞いてんの？我慢してんの？喋らな、わからんわな。なあ。まいちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ボコうんいつまで我慢できるかな。顔怖いけどでもやるって言ったじゃん。出しゃばらないよ。睨むのやめてよ。自分で決めたんでしょ。俺は普通に配信もしてほしいし喋ってほしいよ。うん俺はね。リエちゃんもありがとうね。ちょみんな余ってたらください。ちょっと大きいんでね。ちょっと無料アイテムこれ武器なんで皆さんに投げてもらったらこれでちょっと差離せるんでちょっと皆さんお願いします。無料アイテムください。
配信の方にちょっと